はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今回はね、突発企画、ホッピーを飲もうということでね、はい、やってまいりました。このホッピーグラスでね、暑いんで、久々に飲みたかったホッピーをね、冷凍庫に入れといた、焼酎、香類焼酎を、どんぐらい？こんぐらいか。だいたい 100cc ぐらい。これが200ml ぐらいだから 100cc 入れまして、ちょっと若干ね、過冷却になって凍っています。そしてホッピーを、330ホッピーをドバッと、注ぐんだけど、おお、ほら、以前言った通り、こうね、ぐわーって注ぐとね、このホッピーのグラスだと、グラスというかジョッキだとね、ちょっと無理があるですよ。まあね。ということで、今日はよいしょ、つまみは味道楽のイカ燻製です。乾杯。たまらんの。あ、やべ。まあいいか。イカだけにまあいいか。まあ、久々にね、この。イカの燻製、燻製イカ。これも結構しょっぱくてね、味がね、キンキンに冷えてるから、うめえ、やっぱホッピーだわ。いただきます。ね、皆さんホッピーね、美味しいですよ。まあホッピー知らん人もたまにいるからね、ホッピーね、グラスも、冷凍庫に入れて、キンキンに冷やしておくと、まあ全部ね、グラスと焼酎は冷凍庫に入れて、で、で、ホッピーは、まあ冷蔵庫に入れて、置くと、グッド。ということで、お酒が弱い人におすすめ、ホッピーが魅力的すぎてやばい。1948年から飲まれ続けているレトロな人気者のホッピー。1948年。ホッピーが誕生したのは昭和23年、戦後の混乱期に
焼酎と割ることでうまくて安い酒として評判になり定着。消費の主要エリアは東京、神奈川、埼玉の2と2県で8割を占める。一般で見かけるのはノーマルの白ホッピーと黒ビール風味の黒ホッピー、あとね、あの55ホッピーという麦芽 100% のホッピー、こちらがですね、原材料が麦芽と粉飴、粉飴とブドウ糖とスターチとホップと酸味料と調味料で、アルコール度数が 0.8% 入ってるんで、これはビールテイスト飲料ではないんですよ。厳密に言えばあのね、低アルコール飲料なので、多分この一本飲んでも多分酔わないとは思うけど、まあ、多分ね、大丈夫だと思うけど、あのあれですね、車運転するときに、まあ飲んで、もし事故ったとして。あの何か警察にその何か呼吸の何かさ、アルコール濃度とか調べられるんですよ。あれだ、誰あれでも多分引っかからないんじゃないかなとは思うんですよ、ビールと同じ素材で同じ製法、しかも瓶入りでビールの雰囲気抜群。うん、基本的には材料も製造工程もビールと同じ、でも発酵日数を調節してアルコール度数を低くなるようにしています。あ、なるほどね。ってことはあんまり発酵させてないってことか。基本は焼酎割り。さまざまなリキュールで割っても美味しい、アルコール度数25度の焼酎の分量1に対してホッピーが5、それで 5% の飲料ができる。これだと330だから、1に対して5でしょ。これが5だとして1だから、5分の1だから、70cc ぐらい。違う、65cc ぐらいか。5636だから66cc のあの焼酎を入れれば OK。 今回のは 100cc ぐらい入れてるから、 100cc ぐらい入れたからちょっと高めです。8% ぐらいだった。ホッピー専用のジョッキも売られている。下の星に合わせて焼酎を入れると 5% のホッピー、上の星は 7% と辛めに設定できる。そう、こちらですね、ホッピーの、うわ、泡で全然見えない。ここにね、あれどこだ、うわ全然わかんない。
まあいいや。うわあ。うん、味はですね。まあ味はですね。俺結構何回かこの動画でホッピー飲んでっけどさ。そう、こういうね、ペットボトルとかに何か入れて、焼酎入れて、冷凍庫に入れとくと、でね、こう、ガーンって、こう、なんか叩きつけると、凍るんですよ。シャーベット状になるんで、それでシャーベット状にしてから入れても美味しい。うん。アルコール度数25度だから、凍るんですよ。俺の、理論でいくと、だいたい37度以上だと、アルコール度数があれば、凍らないんです。逆にね、以前俺が、35度のアルコールの、焼酎、をね、冷凍庫に入れっぱなしにしてて、2日ぐらい、いや、どうだったか。1日24時間ぐらい経ったのかな。2日ぐらいか。経ったら、凍ってたことがあったんで。凍ったっていうよりは、まあ。うん、まあ。若干凍ってる。若干っていうか。ちょっとシャーベット状になってた。いや、うん。結構凍ってた気がする。ので、冷凍庫に入れる人は、多分25度だと24時間ぐらい置いとくと完全に凍るんで気をつけた方がいいです。そのまま飲めばアルコール度数たったの 0.8%。 お酒が弱い人にもおすすめ。ビールの雰囲気が楽しみ。なんと言っても安い。スーパーなど一般販売のホッピーは1本100円程度。100円ですね。うん。うん。100円で買いました。確か。350ml の缶ビール相当のホッピーは120円程度で飲めちゃう。計算。焼酎安いからね、焼酎香類だから安い。で、一本なくなりましたんで、僕は安定のもう一本、取ってくんだけどさ、このさ、新しく買ったさ、ウェブカメラさ、なんかあんまりよろしくないよね。なんかね、なんか声がくぐもって聞こえるのと、1万1000円ぐらい出して買ったんだけど、あとなんか対して、そこまで綺麗でもない感じがする。うん。まあ、便利なのはオートフォーカスがあることと、そんぐらいかな。うん。なんかまあ、撮れる範囲が、結構俺のここのパンツのあたり、
ここら辺もね、取られるんで、ちょっと微妙なんです。逆に迷惑なんです。で、あとここの画面。画面もちょっと、うん。むしろ逆にくっきりしすぎて、俺のなんだ、デスクトップがちょっと映っちゃって困るぐらい。なんで、Amazon で買ったから返品しようかな。ほんじゃ、行きまーす。おりゃー。おー、アウト。危ない、ギリギリ、あは。まあ、こんな感じですよ。やっぱ微妙にちっちゃいんだよな、このホッピーのジョッキ。微妙なんだよね。だから、せめて 550ml ぐらい。これ多分容量が 500ml のジョッキなんですけど。550は欲しいね。うん。それでは2杯目。乾杯。で、先ほど、ここにね、1、2、ここの2個星があるんですけど、この下と上で、この焼酎の入れる量をね、こうちょこっと変えられるってのはいいんですけど。ああ。まあ、別に俺はもう どうでもいい。うん。どうでもいいっていうか、うん。ちょっとね。ちょっとやっぱりちっちゃいんだよな。550ml ぐらいのジョッキだったらいいんだけど。うまい。やっぱね、うまい。まあでも最近はほら、あれだから。第3のビールも美味しくなってきてるからね。ちょっと多分、まあ。ちょっとホッピーも多分、押され気味なんじゃないかと思いますけど。まあでも、ね。ミルクその後、100ml でたった11キロカロリー。ああ、なるほど。11キロカロリー。ビールや発泡酒の約4分の1のカロリー。ああ、でも焼酎で割った場合のことを考えても、4分の3のカロリーで済むと。さらに、低糖質プリン体ゼロ。出たー。これが一番でかいね。プリン体ゼロ。うん。低カロリーで低糖質。そして低、あ、ゼロ。プリン体がゼロ。うん。まあ、俺、痛風、痛風はなったことないからわかんないけど、ね、まあでも実際
ビール飲みまくってプリン体、そのビールのプリン体でなんか痛風になったって人はね、大体あのビールのせいじゃないんですよ。大体つまみで食べる、あのビールをつまみにして、ビールのつまみになんか肉とか食べる、肉とかの方がはるかにあのプリン体高いですから。うん、肉、あの豚肉とかプリン体はね、あのいわゆる昔はプリン体、じゃ痛風っていうのは昔はね、いわゆる贅沢病と呼ばれてまして、知ってましたか？まあ実はプリン体っていうのは大体含まれているのは、あの大体あの肉とか、まあなんかこう高いやつというか、まあ贅沢な食事をした時のあのあれなんですよ。うん、アルコール飲料中のプリン体の含有率が、含有量がだいたいビールだと 6?100ml あたり 6mg、 6mg、 ビールによってまちまちっぽいですね。地ビールとかには 10mg とか高いと。はあ、まあだから一缶飲むとだいたい 350ml だから、12から25g、 いや 25mg、 うん、で、ビール一缶あたり 25mg ですが、なんと肉ですよ、肉、主に肉。いいですか、ビール一缶 350ml あたり12から25mg しか入ってません。で、さあ肉にはどれぐらい入ってるか。じゃん、レバーには 100g あたり 284mg。 は？むちゃくちゃ入ってんだけど。100g あたりだよ。つまりビールと考えても同じグラムだよね。 100ml ってだいたい 100g だから、ビールと同じ量で換算すると、同じ重さで換算すると、10倍どころか20倍近く含まれている、レバーが284で、あとヒレ 119mg、タン 104mg、 心臓 119mg、 レバー俺大好きなんだけど、あ、レバーあかんかったんか。まあそんな食わないけどさ、 100g あたり284も入ってる。うわ、牛肉もも肉 110mg、 すね 106、 レバー209、心臓185、そして鶏肉、手羽先 137mg、 ささみ153、もも肉122、レバーが312。レバー多いな、やっぱ。
ああ、基本的にレバー多いけど、まあ、ビールに比べたらもう、はるかに多いですよ。はるかにどころじゃないですよ。肉ってもう、ビールと同じ重さで換算したら、ねえ、50倍から100、200倍ぐらい含まれてるってことですね。ん？ 50 倍？違う。違う、間違えた。やばい、酔っ払ってるな。レバーが300とかだから、300だろ。ああ、300だから10倍か。桁一つも間違えた。10倍？いや、20倍？10倍から20倍含まれてるってことですね。大体。肉っていうだけで、10倍から20倍含まれてる。どうです？皆さん。まあ、ビールは水系だから、ささーっと飲めるんだけど。まあ、肉 100g か。まあ、でも 100g 程度だったら余裕で食えるでしょ。まあ、そういうことです。だから、痛風になる人は大体、肉の食いすぎ。ぶっちゃけ。痛風になる人は、ビールの飲みすぎっていうよりは、肉の食いすぎ。ただ単に。だからね、別にね、俺、肉全然そんな食ってないから、そんってか、まあ、ほぼ食ってないですね。だから痛風なんてもう知ったこっちゃないっていうレベル。俺は。だからプリン体なんてもう知らんって。プリン体なんてね、もうクソくらいレベル。もうどんどん、カモーンって感じ。ということで、ホッピーの飲み方に戻ります。ホッピーの美味しい飲み方は、ホッピーと焼酎とジョッキをよく冷やすこと。市販のリンゴ酒で割って飲むと、あら不思議、ファンタの味がする。いや、俺、ファンタ、甘いから飲みたくないんだよ。タモリさんのお墨付き、焼酎以外ならレモンチェッロではある。これね。俺、ここに あるんですよ。レモンのお酒ですね。まあ、これアルコール度数30%あるんで、そう簡単に、まあ、飲めるもんだよね。っていうか、ぶっちゃけむっちゃくちゃ甘いんで。下手したら、シロップよく甘いんで、これは冗談じゃないっていうレベル。ものすごく甘い。ストレートで飲んだ暁には大変なことになる。もう甘いとかのレベルを超えてる。こんなんストレートで飲めるかって。誰が飲むんだよ、これ。これ絶対カクテルのなんかあれですよ。材料としても多分そんなに使わない。ちょこっと使うぐらい。あんまりにも甘すぎて、冗談じゃない。レモンチェッロはね、これは本当に甘いんで、ほんと、
ショットグラス、ショットグラス一杯ぐらい入れて、バーって一本分、ホッピー入れて、ちょうどいいぐらいだと思うわ。あんまり甘いから。本当に。関係ないんですけど、まあ、もう、だいぶね、ふぅ、落ち着いてきた。蚊取り線香は今、ここまで来ている。最新蚊取りは香り付き。香り付き？は。バラの香り。俺、蚊取り線香って実は大好きで、最近は俺蚊に刺されてないんですけど、昔むっちゃくちゃ刺されてて、1日に10箇所ぐらい刺されたことがあるっていうか、もう1日10箇所刺され、毎日のように10箇所ぐらい刺されたことがあって、冗談じゃなかったんですけど。で、蚊取り線香をねよく炊いてたんですが、非常にこの蚊取り線香がですね、非常に俺好きでですね、この匂いが好きなんですけど、でもバラの香りとかがあるんですね。蚊取り線香に関する不満点の1は匂いとされる中で、アース製薬が新しい香りの提案として開発。確かにね、蚊取り線香ってね、同じ部屋にいるとね、ものすごく匂いがね、体中にね、染みつくんで、確かにひどい。ひどい。すっごい匂いがつく。バラの香りはモニターテストにおいて 197% と高評価。女子受けがいい香り。香りが柔らかく、服についても蚊取り線香の匂いだと気づかれません。これ蚊取り線香とかのレベルじゃない。服についてもとか言うけどね、普通にね、部屋にいるとね、服どころかね、体に染みつくんでね、本当にね、蚊取り線香はね、一発でわかる。蚊取り線香の匂いはマジ体に染みつくわ。やばい。なるほどね。ただし、めんどくさい。というか、蚊取り線香ってね、燃えかすがあるでしょ。あれがな、風が吹いたりするとね、ブワー回ってね、大変なことになるの。ですよ。アース製薬はゴキブリ、蚊、ハエ、ダニなどの、害虫研究ではおそらく最先端の生物研究所を所有。あ、そうなんだ。蚊は7種類飼ってるらしいですよ。あ、アース製薬ってそんなすごいんだ。へえ。なんか前どっかで見たけど、なんかアース製薬の、だか知らないけど、ゴキブリの、その研究、ゴキブリの害虫駆除の、その薬品を研究してる会社の、そのアース製薬みたいな感じの会社で、いわゆるゴキブリ自体を飼わなきゃいけないわけですよね。だから、もう部屋中がゴキブリで、恐ろしいとこに、いわゆるその餌とか、やんなきゃいけないわけですよ。もう何百万匹とかいるぐらいのゴキブリがね、そんな中で仕事してるっていうのをなんかまとめサイトで見たけど、最初は地獄だったけど、なんか、後々、なんか慣れたとかなんとか言うとだけど、恐ろしいね。
うん、だって結局買わなきゃいけないわけです、害虫を。害虫駆除メーカーって害虫を買わなきゃいけないわけですから、そりゃお前何万匹はいるわなあ。実験では自分の腕を吸わせることも、これは常識でしょう。毎年行われる虫供養では、仏前に置かれた蚊などの遺影に合唱。実験に使われた昆虫や小動物の弔いも忘れない。なるほど。電子式液体カトリ、過去アースノーマットという新しいカテゴリーを作ったのはアース製薬。ああ、アース製薬の、ああ。アースノーマットはすごいわ。これはすごい。俺もね、あのアースノーマットがね、あの蚊取り線香もよく使ってたんですけど、ただ蚊取り線香って結局さっきも言った通りすごい、あの燃えかすがね、でしかも1個でだいたい8時間ぐらいしか持たない。しかも、一巻きで8時間ぐらいしか持たない。だから1ヶ月で30巻きも必要で、結局ね、なんか邪魔くさい、でかい。ね。買ったりするんですけど、アースノーマットってこれぐらいの大きさでしょ。で、それでね、あの90日とか持つやつとかもあるんですよ。120日とか持つやつもある。で、しかも安いんですよ。普通に。その蚊取り線香をね、その分買うよか。アースノーマットって本当にすごいんだよな、これ。恐ろしく安い。恐ろしくっていうか、すごいんだよ、これ。120日とかあるんだよ。あ、180日とかもあるの、これすごいだろ。一夏持つぜ。6、7、8。3、6、9。6、7、8だけで、3ヶ月で90日しかないのに、180日って何に使うのっていうレベルだけど。まあ。まあね。200日とかもあるよ。すごいなぁ。まあ、90日あれば大体十分っすよね。もう90日分でたった1000円ぐらいで買えるんだよ。安くね？ 90 日、え？ 90 日が2本入って、180日で1850円ってことは約1000円でしょ？はぁ、だいたいお前あれだろ、蚊取り線香ってだいたい1ヶ月分でだいたい500円ぐらいするでしょ。30個入って500円ぐらいするのに。安っ、なんだこの安さって感じで、俺もよく使ってましたね、ノーマット。うん。ストップモスキートプロジェクトとして、アースノーマット製品が1個買われるごとに、5円を日本赤十字社へ寄付。ああ。てかさ、どうでもいいんだけどさ、なんで買ってさ、かゆくなるのを、あれ結局、なんで痒くなるかっていうと、蚊って、吸った後に、唾液を最後に、ピュッて注入するらしいんですけど、その唾液が、痒くなるらしい。で、なんで唾液を注入するかっていうと、
なんか麻痺効果があるとかなんとか、その麻痺させてうんちゃらかんちゃらなんですけど、それさえなければさ、あのこの皮ごときさ別に吸ってもいいじゃん。せいぜいこいつらのね大きさから言って1ミリリットルぐらいの血吸わせるぐらいだったら別にいいだろうって。なぜ悪いかって、痒くなるからダメなんだよ。こいつらマジだよ、マジ。あの唾液を注入しない風にあのあれした方がいいね、進化した方がいいね。その方があの人間に殺される、ここまであのね駆除されることないと思う。お前らもうちょっと進化せよ、頭使えよ、バカだれ。1980年にタイに現地法人を、設立し、現在では ARS ブランドとしてアースノーマットといった商品が同国トップシェアになる。ああなるほどね、アースで ARS か。はあ、まあでもここまで来るともうあれだよね。ああね、実際もう、蚊取り線香って結局なあって、俺も本当に最近っていうかもうあとここ5、6年蚊に刺されてないんですね。多分あのタバコ吸ってたせいもあると思うんですけど、タバコやめても全然あれだからね、全然なんだよね、全然蚊に食われないんですよ。まあよかった、よかったよかった。もう蚊取り線香はちょっともうアースノーマットが出たからもういらないんじゃないかな正直。だって大体さ、でかいやつでもさ、50巻とか、つまり50日分。多分50日分ぐらい。一巻で大体7時間。あ、ジャンボは大型渦巻きなので、約12時間。おー。あ、ジャンボ、あ、50巻き缶のやつって、12時間も持つんだ。へぇ。それ結構すごいな。50巻き缶。あ、今度買ってみようかな。なんか久々にちょっと、こんな、あの、バラの香りとアロマグリーンの香り、ラベンダーの香り。カモミールの香り。4種類ある。でも蚊に食われないのに買ってもどうしようもねえもんな。実際。アロマセレクション。ラベンダーの香り10巻。バラの香り10巻。カモミールの香り10巻入ってる。やつがある。はあ、まあ実際刺されないからな。もうただのあの本当にあれだよな。もうただの、うん。ただの香り付けみたいになってる。ただ芳香剤みたいな感じですよね本当に蚊に刺されないのに蚊取り線香はええってはぁーですよ。でもアースノーマットすごいな、本当にすごいな。これ冗談じゃないほどすごい。コスパが良すぎるんだよアースノーマットが。
すげえな、マジで。120日用で1200円。1日10円ってとこか。うん、1日10円ぐらいだね。はあ、すごいな。ここまでこう、こう、ハエじゃねえや、カタイジがさ、こう、躍起になってさ、なってるけど、一向に蚊は、まだまだいね、その、いい加減お前ちょっと唾液注入すんのやめやって。うん。本当に、それはいい加減やめてほしいんですけどね。なんでよ、まだまだいんだろう。アホなのかな。うわ、180日用なんてある、すげえ。180日用が1500円、安い。え、ちょっと待って、これ何錠使えるのこれ。1日12時間使用して180日持つって、おい、半年持つじゃねえかよ。はあ、まあでも実際のところどうなんだろうな。でも180日ってだいたい夏の間でしょ。5、6、7、8、9で5ヶ月じゃん。で考え、まあ5ヶ月か。12時間だからだいたい1日8時間ぐらい寝るだろ。寝てるときはずっとつけっぱなしなわけだ。ああ、そう考えるとって感じでもあるね。8時間プラス1日起きてる時間、起きてる時間プラスその寝てる時間って考えると180日持たないとは思うんだよね。まあまあいっか。俺どうせ蚊全然刺されねえし、本当に俺 A 型なんで、あのむっちゃくちゃ刺された時がねあったんですよね。冗談じゃないほど刺されたことがあって、 A 型とね O 型が刺されやすいとかって言うんですけど、本当に1日10箇所刺されてるのがあのザラだったんで恐ろしかった。大阪行った時しかもあの仕事中にも刺されて、仕事中が外の仕事だったんでむちゃくちゃ刺されて、あの恐ろしい状態だったマジで。はい、ということでね、ホッピーはね飲みました。はい、もういいや、もうなんかこれ以上のね長引かせてもあれですから。それじゃあご視聴ありがとうございました。ホッピー美味しいよ。ホッピー美味しいよ。